さて、緊急事態宣言も5日目。今日も山本周五郎作新設臨食記、続きをお楽しみください。決心してはくじけ、思い立ってはよし。ずいぶん迷った挙句にモンタは出かけていった。下僕に宿を持たせ、妻から活女へ送る白絹を持って、どうせ酒になるだろうからと出かけていったモンタは、半時もしないうちに帰ってきた。いや、心配するな、何でもない。彼は着替えをしながら言った。すまないが酒をつけてくれ、話はそれからだ。酒の膳ができて座った。モンタは黙って四五杯ばかり飲んだが、いや、とても話せないと首を振った。畳がなくなったことは想像がつくだろう。きれいになくなった。一枚もない。障子も骨だけだ。紙なしの素通しだ。まさかあなた、いくらなんでもまさか。何のためですというわけさ。モンタは手酌で飲む。健康には日光と風通しが大切だ。障子はそれを二つとも締め出す。おまけに紙だから破れやすい。破ければ切り張り。二年に一回は張り替えもしなければならない。何のためですというわけさ。私、また足がムズムズしてきますわ。いや、かっけになる寝落ちはあるよ。モンタはクスクス笑い出す。考えられるかね、世の。かわいそうに苦内のやつ。咳も満足にできないんだぜ。何がおできにならないんですって？咳だよ。ゴホゴホ。こいつさ、これを止められたんだ。汚い話だが、唾を吐くこともいけない。なぜならばだな。モンタはまた手酌でぐっとやる。なぜなら、咳を五本と一つやると、卵なら一個半、飯なら五杯以上の成分が飛んじまうんだ。まあ、どこから飛ぶんでしょう。俺に聞いたってしょうがない。勝女がそう言うんだ。また遠く唾吐くべからず、キベルってさ、貝原一軒の養生にちゃんと書いてあるそうだ。もちろんこれも勝女が言うんだ。あら、嫌ですわ。気が減るとどうなるんでしょう。一軒に聞けばいい。区内はすぐ実践休校した。何しろ飛んじゃうとか減るとかいうことは我慢しないからな。それで盛んにヘムとクシュンをやっている。まあ、あの方のが移ったんですのね。いや、教えたのさ。あれは咳を鼻へすかす技術なんだ。ご本とやれば成分が飛ぶけれども、ああやって鼻へすかせば、いや、本当の話さ。嘘を言ったってしょうがない。それで区内様はご満足ですの？いや、満足以上だね。礼を言われたよ。実にまたと得難き嫁だってさ。モンタはここで声を潜める。琴太郎はいないね。よし、もう一つだけ話すが、二人はだね。だとさ、何ですか？まるで聞こえませんですわ。いや、よく聞かなくちゃいけない。いいか、あの夫婦はだね、結婚以来点でということだ。まあ、世の女は目を丸くし、同時にもっと赤くなる。だってあなた、そんな。でも一体なぜでしょう。子供ができるからというわけさ。子供が生まれれば食べるし着るし使うというんだ。一文の足しにもならない。しかも世間には人間が余ってる。何もこの上自分たちが増やす義務はない。無駄だというわけさ。でもそれならどうして？世の女は赤くなった顔で眩しそうに夫を見る。それなら何のために結婚などなすったんでしょう。考えない方がいい。かっけになる。モンタはこう言って3杯ばかり煽った。もっとあるんだが、よそ、話すだけでも頭がチラクラしてくる。さもあらばあれ、無事に収まっていればこれに越したことはない。ただ一つの問題は、借款の綱の切れたことだ。モンタは酒飲みだが、バカでもコケでもない。活女の前には、おじ、おいの麗しい関係など、七里潔白だということが歴然である。しょうがない。お付き合いにこっちも少し詰めるさ。モンタはこう思って無心に行くことを諦めた。しかし、それだけで済むと思ったのは軽率だった。少し酒でも倹約しようと殊勝なことを考えていると、ある日、
勝女が一人で訪ねてきた。先日は祝儀をいただきましたから、そのご返礼に上がりました。勝女はどんぐり型の眼を軽々と光らせていった。ですが、こんなことは虚礼にすぎません。送られれば義理にでも返さなければならない。お互いに無駄です。やめましょう。お分かりですね。ではお受け取りください。ご返礼です。世の女は恥ずかしさのあまり赤くなり、叱られた子供のようにおどおどと箱包みを受けた。勝女はそこでモンタの方へ向き直り、懐中から一通の書きつけを出してそこへ広げた。とんだ殿ですね。さよう。ええ、無論。モンタはちらっと自分の後ろを見た。逃げ道を探すような目つきである。さ、さよう。まさにとんだモンタです。何も怖がることはありません。これを見てください。彼女はその太い指で書きつけをトンとつついた。13年間に382両と2部一周。あなたはやりたからこれだけ借財をなすった。間違いないですね。今日はここまで。続きはまた明日。